とにかくで締めるだけで全然効果は変わってきます。どうも皆さんこんにちは、ボイストレーナーとみーでございます。さあ今日はですね、大阪梅田教室からお送りしております。さあね、今日は教室梅田教室からお送りしているということは、そうです、体の動きを使ったね、トレーニングをまた皆様にお伝えしようと思っております。今日は骨盤でございます。女性の方、そうですね、骨盤が開くとか開いてないとかいうねお話も聞いたことがあると思うんですけれども、まあ痩せにくいとか痩せやすいっていうのはその骨盤でもやっぱり関係はしてくるんですよね。なので今日はですね、骨盤のストレッチ、まず普通に立った状態、まずこう楽に立つってなった時に、皆さん手の位置っていうのはどこの角度にあるか分かりますか？はい、皆さん立ってみてくださいってなった時に、手が前の方に来る人、横の方に来る人、後ろの方に来る人、これね、それぞれパターンがあると思うんですけど、だいたいね、皆さん前に来ます。はい、楽に立ってってなった時に、普通人間の体っていうのはまっすぐにならないとダメなんですけど、横から見ると前の人ってこうなっちゃうんですよね。ってなると、ここではなく本来はここです、まあパンツのラインですよね、ここのラインのところに手が来て正解。前に来てしまう人っていうのは、ここの肩、ここのね筋肉がこう前に来てしまっている、グッと、まあスマホやったりとかゲームやったりとか、もう私もそうですけども、やっぱこう筋肉が前に前にこう丸まっていってしまってるっていうのが一つの原因です。あんまりこう後ろに行く人っていうのはあんまり見たことないんですけど、まあ大概がこうですよね、グッと丸くなってきます。そこをですね、頑張ってちょっと開いてみる、胸を張って開いてみる状態で、パンツの横のラインの方にこう手を置けるように意識しましょう。ってなった時に、手を横にしただけでちょっと胸がグッと上がる、姿勢がちょっと良くなるんですよね。そうで、姿勢が良くなって、あとプラスですね、お腹、そう、なぜぽっこりお腹の人がいてるかというと、実は内臓を支える筋肉が低下しちゃってる、そう、筋肉がなくなっちゃってる、なので筋肉が下に降りてしまう、イコールぽっこりお腹になってしまうということなんですね。ということは、インナーマッスルをしっかり鍛えてあげれば、内臓はギュッと上に上がるということなんですよ。なので皆さん、こうまっすぐ立った時にとかなってません？姿勢楽、確かにね、電車とかでこれで待ってたら楽かもしれん、でもそこをキュッと上に上げてあげる。そしてここです、お尻の穴をギュッと締めてもらって、前にこう持ってくる、グイッと持ってくる、グイッと持ってくる。で、これはね、尻尾が生えてるとしましょう、お尻に。その尻尾をグッと前に持ってくるようなイメージ、こうね、綺麗な姿勢ってなった時に結構ね、みんなこうするんですよ、まあ胸を張るってなった時に腰が中に入ってしまうので、そうではなくてここをまっすぐにしたいわけですよ、綺麗な姿勢とは。なので反り腰にならないように、お尻の穴をって締めてもらって、前に尻尾を持ってくる、持ってくる、これでございます。で、お声を出す時もやっぱり下半身の力っていうのはとっても大事なんですね。で、その時にお尻の穴をグッと締めるって締めるだけで高い声は出ます。そう、安定します。で、その時に、まあ、クラシックバレエの立ち方ね、足をハの字にしていただいて、グッと下ろしてみる、足はパカッと開きます。でもクラシックバレエの立ち方ね、このままです、足ね、グッと開くようなイメージ、これで中に入れる、中に入れる、で中に入れたままキープで
腹式呼吸をやってみる。このね、動きをやるだけで全然ね、変わってきます。もう体のラインとかも変わってきますし、これやるだけでもうめちゃめちゃ熱い、汗が出るぐらい、もうなんかね、こうお尻の穴をとにかくで締めるだけで全然効果は変わってきますので、ぜひともやっていただきたいです。これ本当に中のインナーマッスル引き締めることにもなりますので、ぜひともこれを訓練していただきたいと思います。これ男性女性関係ありませんね、おじいちゃんおばあちゃん、そして子供ちゃんも全然関係ないです。しっかりこれやってみてください。で、骨盤の周りのね、筋肉とか硬い人はその足が広、クラシックバレエのやり方でグッて開けられなかったりしますので、そこ柔らかく柔らかくね。前の動画で、そう、梅田教室で私ストレッチとかでね、動画出してると思います。あれをしっかりやっていただいて、次のステップとしてこちらの方もやっていただけたらいいなと思います。さあ今日は大阪梅田教室からボイストレーナートミーがお送りいたしました。よかったらチャンネル登録よろしくお願いいたします。